おお、一緒だね。もうボロボロですけど、やっぱ汚いですけど。マジキモい。大丈夫よ、ポジ。行くよ、ポジさん。ポジ行くよ。よれてるんじゃないよ。お疲れ様です。おーすごい、何この入り方、なんか事務所みたいだね。ほんと悪いお店の事務所みたいな。何これ。いやもう事務所みたいな作り方じゃんこれ。やーばくないこれ。事務所みたい。何これ。仕事なんか何にもやってないくせに。事務所みたい。悪いお店。ポジさん閉めてもらっていいですか。閉め忘れてる、閉め忘れてる。いえ、事務所じゃないよ。ポジ悪いとこ連れてかれてないよ。シャワー浴びるやつは勝手にやめてください。自分使ってください。めっちゃ汚いですけど。もう昭和の。これ、ね、どっか寝ていいとこあります。寝ていいとこ、ここはいいんじゃない。かまあこれ、丸さんが寝てた布団あるんですけど、これその前にちょっと、あのきたねえとこにかく。違うっす。きたねえ。違うっすきたねえよ。大丈夫ここ、家の周りで配信してる。まあ全然いいっすよ。ちょっとコーラだけ買っていこうかな。なんか口直しの。あ、はい。あんま排気映さないようにするね。あ、全然いいっすよ。そう。足洗わない。なんか意外とね、足意外とそんな臭くない。温泉がある。温泉が、ホテル、あすごいわ。温泉がある。こんばんは。いや自販機過ぎたの分かってる。なんか最悪ポージーと一緒になんか寝れなかったら近くのホテル泊まろうって言ってたから、ホテルいくらくらいかな。で全員違うってこと。メンバーやっちょさんとあれだもんね。やっちょさんとおあれだ、ウサマだったもんね。本当だ、メンバー総入れ替えだ。新たな3兄弟になっちゃった。いくらなんだろう、ここホテルね。意外と来てくれる女の子誰か遊びなんか3人でね、ちょっと寄れようみたいな感じなんだよ。あ、ホテル1部屋しか8300円、メンバー入れば7000円、一部屋しか空いてないわ。7000-8000円するわ。ポージに言っとこう。高い。7-8000円だと。7-8000円。こんばんは。やんちゃな子猫、やんちゃな子猫ちょっと呼べないわ。ここじゃないの。ここじゃないの。温泉ついてる。温泉ホンダオニコロ、温泉ついてる。温泉ホンダオニコロ帰って内さんだけに。どうやって帰ったの。終電ないだろ。ここしかないじゃん。なんか泊まれるところ。7-8000円だから当時多分高いから来ないんじゃない。そう。エミ太郎なんなんだよ。しつけんだよ本当。
なんだか言えばいいのにさ、なんかやばいよだけじゃ分かんないよ、どうやばいのか。ポージいる、よれてる。あ、ロッキオさんが送ってくれる、うん、何がやばいのか分からん。わお、180円、パスポートも。いや全然分かんない、エミリさんの情報何も入ってこない。大阪にいるよ、遊んでくれるちゃん。あと30分後ぐらいで行くから俺らダメだよ。やばい、千円札が自販機使えない、1万円札しかない、まあ、ダメだ俺、ま、1万円札しか持ってなかった。で、あのホテルが8000ぐらいするから高いよ地味に。ちょっと トイレ行ってきて。あ、まあ、カンカン、会長いい、はい、ポージ荷物取ったの。あ、ポージさん、はい、あの取りましたよ。ちょっと汚いですけど皆さん、すいません、恥ずかしいね、こんな家ね。腹減ったっすか？ウーバー言います？何食います？腹減った、え？何でいいですか？ちょっとあの、あれだっけ、ちょっともうちょっといい感じに。ご主人、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。会長はいや汚い、今めっちゃ汚い、誕生日の後やから汚い、めっちゃ汚いです。ポージ気分悪いって。ん？ルイージに T シャツ、あ、せや、あの T シャツがないねん、たあの T シャツがないんすよ、あのあれがないんすよ、僕の家に置いてないんすよ。足痛い、足痛いですね。ルイージさん多分1日運転したから、ルイージさんなんかあるかな、ルイージさんに渡してるもんないよね、ステッカーとかもらっても嬉しないからな。何、足ちょっと腫れてきた、うん、パンパンやな。また送ってなかったの。いや、だってあのルイージさん住所送ってくれへん、ポージさんだって送ってくださいって言ったじゃないですか、あのルイージさんの、はい、違うっす、その後言ったじゃないですか、あのルイージさん、はい、でそれから住所送ってくださいって言ったじゃないですか。なんで映しちゃダメなんですか。ちょっと待ってくださいね、連絡するっすわ。え、ルイージさんの住所分かる人おるかな。会長の服おしゃれ、いやいや全然おしゃれじゃないですよ。ルイージさんあれ住所教えてもらったらまた送るっすね。あれ、クレセントハウスよ。クレセント言っていいの？105。言ったらあかんやろ。いやもう言ったらあかんでしょ。ルイージさんってどんな音楽聴くんですか？あ、でもなんかこれいいよね。本当ですか？なんだっけ、新しいやつでしょ、このなんか。あ、僕もあんま分からないです。緑の新しいバージョンね。僕もあんま分からないですよ、 YouTube ミュージックで勝手に流れてるだけなんで、うん、いい、コーラ買ってきた。100あ、コーラっすね。110円ぐらいある。いやいや、買おうすポジさんの、ね、入れます。ごめんね、お茶。どうしたんですか、ポーズ。何笑ってんですか、何が漏れてんですか。はい、ちょっと置いてていいですか。あ、いいですよ、いいですよ。ネタあかんすよ、ポーズさん。多いよ。何すか。大阪にいるなら、あの、これどこら辺っていう土地柄なの。東大阪っていう。東大阪ら辺にいるんだったら、誰か遊び来てよ。
大丈夫？どうした？眠いの？マジで。うん。よかった。でも。やっほー、起きて、ポージュ、なんか目覚ましなってる、ポージュ起きて、ありがとうございます。エミリさんも、もうなんかみんな変なことばっかやってるんだね。なんかヒップホップでもないよね、なんかね、これね。会長の家。なんか変なの、会長が持ってるみたいだね。本当、リサ来る？ホテル一室しか空いてないよ。暇なんだよ、もう。お酒飲む人はお酒飲めばいいのに。ハウスでしょ、高ちゃん、高ちゃん、高ちゃん。ちょっと倒したんで、ちょっと吹くかもしれないんで、ゆっくり。あ、オッケー、そうそうそう。俺んちないからいいけどね。いや、そんなんじゃなくて、ルイさん手が汚れる。おい、プンオパン見たぞ。プンオパンとユキンちゃんが、ね、ネキになんて言ったらブロックされたの。あれだろう、お前。お前ら。他の枠のとこいたな。頼むこ頼むこ、あらば席を頼むこ、いないでそこ枠するんすか、ウリさん。いや、あいつの枠は許さねえよ。なんでなんすか、うん、あいつの枠にいたろ、お前ら。お疲れ様です。いたよな、ウリさん。うちもラグい？なんでラグいんだ？ここ Wi-Fi あります？ Wi-Fi あります。あ、でもあるね。じゃあゼロマンソンじゃない。あ、別にいいんだけど、ラグくない。ネキじゃない。そう、それ、アラヒノのこれ、Wi-Fi、QRL 読んでください。あ、でも大丈夫みたい。あ、ほんますか。うん、ラグくない。なんか誰かが、なんかこっち見てる。ニッキじゃねえって言ってんの、あれだよ。ミックねえだよ、好きだから、上から見てたけど。へえ。大丈夫。なんかネキの枠は別にギフトが飛んでないから許せる。めちゃくちゃ許せじゃないですか。ミックネーにはなんでみんなギフトあんなこびるの。あんなミックネー、明日名古屋行きます、ルイさん。うさま行ったりさ、会長のとこ行ったりさ。あれでしょ、言ってたの会長でしょ、多分明日誰かと男の人とコラボするかもしれないってさ。いや、焼いてないですけど、なんかやり方が汚いから。お疲れ様です。体調どうですか。忙しいと思うので難しい。あ、ごめんなさい、別にこれ暴露してるとかじゃなくて、たまたま繋がったね。そうそう、明日は12時に名古屋に着く予定でした。今回の名古屋は仲良しのプロゴルファーのサプライズデーがあり、それのためだけに入りする予定でした。コンタクトじゃない。12時に名古屋に着く予定でした。なので、超弾丸でした。月曜日到着してから、なんで分かってくんねんかな。会がある、6時まで何もないのと、次の日帰る14時ぐらいまでの時間は特に何もありませんでした。万が一お会いできたら、そうであれば会えたら嬉しいです。もう遠回しにこ、会わんとってくださいって言われてますからね、多分。誰に。いや、もう遠回しじゃないですか、もうこんだけ長文で言うたら。12時からもう6時、会わんとってくださいって何、どういうこと。会って、会ってくださいってことじゃないの。いや、違う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 、意味が、どういうこと。いやいや、そうじゃないですか。全然よくわかんない。あ、ない。あ、遊ぼうって言ってたの。
いや、あそことか言ってないんですけど、あ、いやいや、北海道行くって言ってたんですけど、あれですね、北海道行くって言ってたんですけど、僕ドタキャンしたんですよ。行くって言って、やっぱやめるわって言ってもらったんですよ。ごめんなさいって言って。北海道で自分らの友達とコラボしてればいいのに、なんかこのね、見くれてだってさ、俺から始まってさ、俺の枠しかいなかったのに、わざわざ俺の周りでコラボしなくてもみたいな。どういうことですか、どういうことですか、ね、ああそのああそっかそっか、ルイズさん周り行く必要がないと。そうそう、なんかまず自分のなんか宇佐間さんとかっていうことですね。そうそう、わざわざ俺が構ってる人らっていうか、ね、北海道の自分らの枠でこうコラボしてりゃいいじゃんっていうのに、確かに。あと、もうちょっと難しいですね。でも投げてるのはさ、ね、またうちのリスナーさんばっかりってのもなんか、ルイジの方ではって思うだけで、別にいいんだけどね、好きにすりゃいいじゃんと思うけど。コメント流れ早すぎて無理やって、もう読まれへんって。早く読まれ、行きなよ。もう食べたの？何をすか、何をすか、何の話ですか、何ですか、何ですか。ゆきんちゃん、ゆきんちゃん、ありがとう。ゆきんちゃん、ゆきんちゃん、アラブの関谷ゆきんちゃん、焼き餅焼いちゃったの、ごめんね。ゆきんちゃん、これこのままでいいの？あ、大丈夫ですね。ゆきんちゃん、ありがとう。健全なタワー、キンちゃんありがとう。ネキ、ネキもネキでもうあれでしょ、独り立ちしてるでしょ。いや、会長がなんか進めてくる。いやいや、何をですか、何をですか、何をですか、これいいですよ。何をですか、違うっすよ、それ、CBD のクッキーっすよ。よく寝れますよ、これ、はい、ストレスフリーですよ。ちょっとなんか、たまに案件ある時あるぞ。なんか、わかんないけど、あれみたい、あの、ウサマみたい。あの、俺に来た時、ウサマ足骨折ったから、はいはい、うん、ああ、そうですね。そう、ウサマみたいに足引きずってる。明日には多分禁止になるみたいだな、全面的な、うん、10月からね。ウサマは足骨折った時、あれって言ってた。自分でお風呂入れないから、そういうお店行って足洗ってもらって、これ介護だからって、ヘルパーさん頼んでるようなもんだからって、自分でお風呂入れないから。もうダメですよ、ね。なんでその人食いバクテリアの話って。ルイズは YouTube とか見るんですか。今話題になってる。はい。キティさんありがとう。今話題になってる YouTuber 見てる。え、誰ですか、教えてほしいんです。今知ってる、なんかあの可愛い女の子が教育チャンネルっていうカテゴリーですごい可愛い女の子だよ、はいはい、アイドルみたいな女の子がこういうあの牛乳を取る、はい、子供に牛乳をこう取る使い方はこうやってやるんですよっていうやり方をして、はい、そういうのを見せて、はい、そういう動画を上げてて再生動画を稼いでる。へー、見た、ツイッターとかにも上がってるの見た。すごい可愛い女の子がね、こういう風に使ったらっていう風にやって、そういうところを見せて、堂々と見せて。なんていう名前ですか。名前なんだっけ。超可愛いよね、あの子。ルイジさんって携帯1台なんですか。1台。へー、そう、制服の子。見た方がいいですよ、すごい可愛い女の子が。ツイッターでもバズってるよね、なんか本当アイドルみたいな、多分そっち系の女の子が、あのこういう風に使うんですよ、搾乳器はみたいな感じで、こう
そういうのを丸出しながらシャッ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 ってこういう風にやって再生動画稼いで、あれめっちゃ稼げてるよ多分ね、再生動画で、そう出して丸出しで制服着て顔かわいい、わかんない、ニンニクラーメン行ってくださいと、名前知りたかったな、そうツイッターで、そう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 、バズってるって言って出た、バンされないんだよ、リスナーの方わからないですか、なんて調べたんだろうねあれ、リスナーの方、いやそういうのが好きなんじゃなくてたまたま見ただけ、それをツイッターで今出てきた、流行ってるから多分今バズってるから出てくるだと思う、わかんないね、気が見らしてる、遊び来たいのかネキ、あのよれて可愛がってくれるんだったら来てもいいよ、寂しくなっちゃうからな、よれると男3人でさ、こんな狭いとこで寝てたらよれてさ、すごい寝るの早いから、よれたら、悪いことじゃないんだろうけどね、別にそんなさね、もうルイさん怖いわ、 TikTok やで今一番怖いっすよ、なんでもう本場感じでルイさん怖いんですよ、なんで怖いんだよ、 ナイスさんとかはね、うん、俺らナイスとか言うんですよ、僕なんか俺らナイス来いや、舐めてるってこと、じゃ違うんですよ、違うんですよ、でも俺絶対喧嘩にならないからね、違う、口は悪いけど、そのナイスさんも絶対喧嘩したら、まあ、もう僕も勝てないじゃないですか、勝てるならあんなのデコピンで勝てるよ、多分会長、本気出したら、なんでただでさえね、ちょっと突き飛ばしただけでもう骨折れそうなんだから、うん、もう ルイージさんは多分怒ったら精神的にやる方でしょ、やんないよ、そんなしつこくしないよ、ほんますか、うん、怒れそうなんで、もうだからもう怒らせんようで気をつけると怖いですよ、思ってますよ、会長の家ってこれ3階建てなの、いや、はい、そうですよ、でも階段ばり急いですよ、上がります、うん、行くっすか、会長の家なんか会長っておしゃれだよね、なんかいやなんかでも中二病っぽいけど、なんかこのなんとか工場、工業とかこういうの、あ、これあれなんですよ、もともと介護施設で、あの、夜逃げしたんですよ、介護施設、こう、介護施設だったの、はい、ルームツアーだよね、まずは、まあ、見てください、何これ、これ、バにならない、これ、映して、あ、それ大丈夫です、はい、なんでこんなのあんの、何これ、何してんの、これすごいね、なんか、怪しいよね、これね、何ですか、何怪しいですか、誕生日の飾り付けじゃないですか、あ、そういうこと勘違いしちゃうよ、なんか、あ、そういう、なんか変わった形のあんのかな、汚いっすよ、もう、やめてください、もう汚いんで、汚いんでね、ハッピーバースデー会長、恥ずかしい、誰とこれで遊んだの、一人です、一人で遊ぶわけないでしょ、これ一人です、ほんまに一人です、ハッピーバースデー会長、ほんまに一人です、ハッピーバースデーディア会長、楽しく過ごした方が良かったのかなと思うんですよ、今思うと、会長いいさ、おもろすぎるよ、マジでニヤニヤしてる、よし、で、次がこれ誰、女の子の服だ、違う絶対女服じゃん、これ会長 T シャツ入れないでしょ、 T シャツ、いやいや、女じゃないですって、いいですか、いいよ、いいです、もうボロボロですけどね、いや、いい部屋だよ、俺買っちゃうかもしれない、立地もよかったらここで、いや、僕なんて一緒目なんで消した、買わせてくださいって言ってるんですけど、いくら買わせるんですか、そういうのはなぁ、みたいな、いいね、僕クーラーつけてないですけど、キッチンでつけてない、まんまあったつつけて、汗かくです、そしてこう、各階にトイレがあるっていいよね、なんか、これもちょっと怪しいけど、漏らしたのかな、違うです、なんか水漏れするんですよ、めっちゃ臭いですよ、この時ちょっと
俺だったらここの部屋を美容室にするかもしれない。ここに これがあるとここからこう水道取れるから美容室のあれできんだよ。それできるんすか？ね、これがもし新宿にあったらここ一部屋美容室せ部屋にしたいね。そんなレベルですか？うん。不便ですよこれ。結構俺もね、こうリメイク、そう、ここまで、ね、寝室ってこと？ね、めっちゃ嫌ですね。あ、ごめんなさい。うわ、テレビでっか、テレビでっかいし、あ、ほんとはピンクの部屋だ。あー、エミリーさん、ここで配信してたね。ここエミリーさんとそういう風になったってこと？ここで気まずい。何を言わしたいですか？え、こうネットフリックスとか見れるの？まあ一応はい、見えます、ね、会長じゃあ よれたら、うー超怖っ。こうは出る出る、どういうこと？腰が痛い、ハイエース、ひまわり、意味が分かんない。こうはもう精神的に病んでたんでしょうね、多分。マンチアキラ友達、これマンチアキラ。いや分かるんですよ、もう相当やんでないんじゃないですか。怖い、もうドメインヘルやときです。全然分かんない、ドメイン。でも何もないです。行ってください先に、怖くて。いい部屋じゃんね、これで、これが新宿にあったら俺欲しいね。確かにこの階段怖いね。そうなんですよ、よれてたらこれ階段転がり落ちちゃう、転がり落ちちゃうね。 これで8万円ってやばくない？でここも使ってないんだ、はい。ね、なんかここに、なんかあの相方とか住ませたら絶対おもろいよね。これどういう部屋なのこれ。ね、もう一人ぐらい住み込みでできるよね、配信。まあまあまあ。とか彼女とか入れたらね、全然彼女とか住ませられる。こうは部屋余りまくり。洗濯機どこで使ってるの？洗濯したいの？洗濯機どこにあるの？ここ電気つけて電気つかないの？ここ電気ないんですよ。怖っ。洗濯機外です、僕。あー、で、ここで干してんだ。はい。ここの開かずの部屋が超怖い。女の子何人か入ってそう。冷たくなって。冷たくなって。いい部屋。よくない？俺こういう家住みたいね。家族でも住めそう。ここ、ちょっとバリアフリーにしたいね、ここね。ちょっとね。まあちょっと金かけてもいいかなと思うんですね、ここ。どうやってこの階段を直すにしなくせよ。何本ぐらいかかるんですかね。わかんないけどね。羨ましい、こういう家。あ、ここにタワー済ませるってこと？いや、ちょっとは済まそうかなって思います。いいね。やっぱタワーってさ、運がいいからこういうの話が回ってくるんだよ。運がいいんだよ。大変なんでしょ、タワーちゃん。わかんない。おもろいんじゃない？どうじ、あの、あれでしょ、会長、づけちゃってそういう風にするの得意でしょ？働かせるの。づけちゃって。何ですか、づけちゃって。づけちゃって。会長、ここ会長怖いから。ルイージさんの方が怖いですね。ちょっと俺、ここでカウンセリング。それ、あれですか、ライトニングですか？ん？ライトニング。あ、でも大丈夫よ。27%。そのうち、どっちか消えるまでいるんですか？いつも同じでいるんですか？ルイージさん、もう疲れてるでしょ。いや、俺超寝たから、今日超元気だから。それで元気なんですか、ルイージさん？うん、元気なさすぎますよ今。はい、嘘。でも動いてるっすもんね、毎日。根性で動いてますよね、毎日。そんな辛い、そんな頑張ってないよ。いや、頑張ってますけど、ルイさん見とったらもう、今日も俺ってもう限界だけど起きたみたいな感じだったじゃないですか。朝だけね。うん、朝が弱いんちゃう。王子寝てる。日本は、もう本当、普通だったらこの部屋、東京だったらこの部屋だけで十分だからね、住む。十分、広いし。でもお昼過ぎでも掃除大変ですよ、なんか掃除かけたら。あ、するんだ、たまに。それだけです。たまには音楽あってもいいじゃない。あ、音楽消しましょう。うるさいですね。いや、俺いつもなしでやってるんですか？俺はね、基本。すごいですね、なしでやるんですか？いや、このバケはおしゃれだよ。俺も
ちょっとサイズがあったら欲しいかよ。似合ってるし。いやいやいや、まあさすがにもらい物なんで渡したいですけどね。はい。前だったら20。じゃあもうこれ取ったら野球少年ですか、甲子園。カキーンって、カキーン。カキーンみたいな。これなかったら終わりやからもう。だからもう誰にも渡されへんっすよ、これは。誰にも渡されへん。会社募集忘れてない。え、あれ、あの、パクられてん、あれ。仮パクされたから。腹パンの前に僕帽子取られましたから、あの国。窃盗。あれ、どうなってた流れ的に。どういう風にやったの最後。なんかあの、鬼コロちゃんがなんか、俺らの鳩には、なんか、会長の悪口言ってるよとか、ルイージの悪口言ってるよで終わってたんだけど。最終的にどうなったのなんか、配信やってたら聞きたいね。どうなったって。怖いって。うん、あ、エミリさんも配信やってんだ。車でワンワン泣いてた。エミリさんにこっそりルイージさんの写真送ったんですけど、ね、今日。だからじゃない、変な、なんか脱ぎ出したの。ルイージさんじゃ。ナイスさんもね。何そんなことするの？いや、単純に面白いかなと思って、ちょっと動画、ライブのネタとしても。一戦ぐらいね。一戦やらなあかんすか？ナイスさんとバトルしてもいいけど。うわぁ。ルイージさんとナイスさんバトルするんすか？うん。そこ行くんですね。勝てるんか。いや、一番やるったらおもろいところじゃない？今。今、どこもがそう思ってるんじゃないですか？でも、まあまあ。ナイスさん、そうなんですか？あ、今ナイスさんが必死にあの女を止めようとしてる。そんな女いい女かね。いや、僕可愛いと思うんすね。あ、女いい。はい。へぇ、ああいう子好きですね、僕。ナイスさん配信回ってるんですか？どうだろうな。回ってないですかね。あ、回ってると思うけど。やってるよ、やってるよって。あ、ナイスさんやってる。なんかどっちもどっちだね。ナイスさんと会長どっちがいい、みんな。会長の方がフリーだからね。なんかしかも女に優しくはしそう。会長なぁ、顔が悪いんですよね、僕。顔がほんまに。そんなことないよ。伸ばしてくれるのはもしかして。どっちも伸びなそうなんだもん、結果。なんか女の無駄遣い。確かに、確かにそうなんですよね。ナイスさんもさ、ね、あの今オンダとさ、鬼コロちゃんがさ、どっちも困ってて売名したいってこう人を探してるんだから枠譲ってるのに、ナイスさんもずっと朝から晩まで自枠、自分で稼ぐになってるじゃん。あ、ドトビマスって、やりましょう、やりましょう。ナイスさんがそこを器を大きくしてほしい。言ってることは分からんでもいいですけども、ね、まあでも性格ですからね、これだけは。だって性格ですから、仕方ないっちゃ、仕方ないと思います。調子いいですよね、ナイスさん、お前最近。自分らよりさ、じゃ調子いいでしょ、ね、俺らの閲覧全部一人集めてバトルやりまくってな。なあ、そうそう、女の子もそのつもりで来てるんだから、こう。ちょっとぐらいさ、自分より10個も20個も下の女の子あんだからさ、ね、渡してやればいいのになーみたいな。会社足大丈夫？いや、パクリ行きますよ。そこができたらね、こう、大人だなーと思うんだけど。僕も多分できひんと思うんですね、後輩に。僕も枠自分でやってましたね。イカペありがとう、イカペありがとう。ま、でもみんなそうなんだけどね。ゼロワンさんは最近譲ってるかもしれないけど。わあ、ゆかぴょんすごい、二人で。ああ、ありがとうございます。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 あ、自分よりタワとミクネ読み出した。ああ、そう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 。あの二人からで結局何一つ俺は、お礼も何も言われてないからね。あそこまで。そうなんですか？そうだよ。
なんかあそこでミクネとかがなんだろうね、配信とかやるのにこうルイジのおかげでこんないろんな人とコラボできたりとか、最初から閲覧あってピュアありがとうっていう風に寄り添ってきてくれたら別に俺も何とも思わないけど、ね、散々こう人を悪者にして自分らだけ得を取ろうとするからな。喧嘩したんですかって言われてますよ。喧嘩したんですか、ルイさん。誰と？ナイさんと。してないよ。うん。でも、もう勝手に帰るってまあまあ喧嘩レベルじゃないですか。勝手に帰ってる？俺ら？まあ、ナイさんに帰ります。勝手に帰ってるみたいな感じ出てんの？絶対出てますって向こうからすると。勝手に帰ってないよ。まあ、俺らからしたら勝手に釣り続けてる。僕ほんまに行きたかったんですけど、うん、足痛すぎてガチでもう歩けないですってこれ。でも行こうと挨拶行こうと思ったんですけど、もうすごいんですよ距離も 500m ぐらいあるんで。わかった。ひーちゃん別にそんな怒ってない、喧嘩しない。ナイスさん行くか。じゃあナイスさんに旗飛ばしてルイージ呼んでるって。友達のみがフォローしてるけど、ナイスさんからフォロー外されてる。最後ナイスさんとバトルするか。ラストボスですか。うん、一回ぐらいよね。すごいね。エミリさんはもうしょうがないよ。もうバトルしてもどうせエミリさんなんか弱いし。逃げられちゃう。ナイスさん4、鳩飛ばして。これはもう応援できないですよ。これはもう中立になって。エンタメじゃないと思う。あの人エンタメはないから。ただ何やったのかなって感じで。でもエミリさんお酒でもね、なんかね、ああいう風になっちゃう、バグっちゃうようになっちゃったんだよ。なんか後遺症で。たまにいるんだよ、そう。お願いしまーす。ひーちゃん22日に来るかもっつったかわかんない。タイミングがあったらね。ひーちゃんもさ、私すごいテク持ってるよって言いながら、全然テクが披露されないんだから。エミリさんやばいよってどういうこと？きた。これで枠終わるんで、もう12時になったら見ようねって。はい、で日付変わってから、今つけたばっかりね。日付変わってからにしよう。じゃあ、12時になったら、じゃあ、いいってことですか？12時になってから、じゃあお願いしますね。はい。今日俺日韓になってないのに、4日間日韓取ったから、今日は1回スルーして。あれ、5日間取り続けるって言ってませんでした？いや、もうこの時間からやっても無理だ。ずっと気になってたから、ね。今日ずっと回してたの。せやん、バトルやってないの。あ、そうなんすね。うん。じゃあ、あの、日付変わったら一回だけやりますか。うん、OK。じゃあ日付変わったらまたします。はいよ。よろしくお願いしますね。絶対俺とポージ途中でしてないでよ。うん。あ、OK、分かった。失礼しまーす。あ、マイナンバーだけ取っとって。わかりました、了解です。マイナンバーカードか、マイナンバー入りの住民票。了解です。うん。と免許証のボディ。はーい。行ってきまーす。はーい。深刻ですって、このバトルは。深刻か。深刻です。だってで、俺らあと4時間で切れちゃうんで、あ、ま、間に合うか。深刻すぎる、このバトル。エミリーさんとコラボしてあげて。閲覧、おー、エミリーさん。エミリさん今5000人近く見てる。スーパースターでしょエミリさん。そうですね。あ、イズニートの人。間違えてます。すいません、なんか。いや、こちらこそ。申し訳ないです。この空気なんですか。この空気なんか、どこでそれ配信してるんですか？車の中
あ、そうです、そうです。ああ、なんで車の中で逃げてます。逃げてます。逃げてるんですね、やっぱり。逃げてる人って大体車の中から配信する。そうそうですね。大丈夫です。居場所がバレない。大丈夫ですか。いつも見てます。あ、いつも見てる。あ、ルイさんね、はい、朝配信見てます。僕も見てます。いつも絶対嘘だ。大丈夫です。あ、すいません、お邪魔しました。すいません、失礼いたします。ポジ大丈夫？みんな心配してるよ。大丈夫？ポジさん、なんか言うことある？みんなに謝ることある？悪いことしてないの？頭痛い。頭痛いって。痛み止めいります？芝居してるわけないだろ。芝居じゃそんなに器用な子じゃないでしょ、ゆみさん。しょうがねえな、行ってやるか。なんでエミタの方に行かないですか。どうしたんですか、ボーイさん。寝ぼけてるんですか。あ、はい、今んとこでも無傷。いや、無傷じゃないです。嘘、ちょっと来てる。来てんの。何なんですか、来てるってなんですか。CBD がね、ちょっとなんか来てるんで。一人ぼっちやけ今。一人ぼっちでこの立ち向かってるからね今。うん。お前ら群れでしか行動できないだろ、王冠みたいに。うち一人だからな。ごめんね、エミリー、ごめん、エミリー、ごめん。俺が悪かった、ごめんね。ごめん、ごめん、ごめん。あ、ウォンカイツ誕生日おめでとうね。この、昨日、朝萌えた、朝萌えた。何だったの？ 18 歳ぐらいだったの？そうね、ありがたいけど、もうついさっき言ってたら結構前のコラボで。ああ、ほんと。ありがとう。よう覚えてるね、誕生日。すごい、ね。そう、記憶力いいよね。2月10日でしょ？はい。隣の小さい人は11月2日だよ。冬生まれだね。うちは3月25日。325ね。うん。ちょっと待ってね、今ほんと忙しいから。待って待って、あ、こぼれた、こぼれた、こぼれた、どうしよう、大切なものがこぼれた。ちょっと待って、今ほんとに大切な時間だから。いい感じだ。赤い車来た。赤い車危ない証拠だから。エミリー、ルイージさん誕生日言ってた。1月2日だよ。1月2日。うん、38歳。ちょっと待って、赤い車が来た。うちを迎えに来た頃のかもしれない。赤い車っていうのは信号が赤っていう意味。これ大丈夫か、うん、あ、大丈夫か。その前にグレーの車も止まってる。グレーの車は口があれかもしれない。そうかもしれない。警察の覆面かもしれない。やばいよ。エミリーさん、本当にやばい時は、うん、ホテルにずっとこもってるから、これに余裕があるから。あ、赤い車に人が乗った。オッケー。出発したら喋れる。あ、出発した。よし。何？ちょっと精神時間持ってるわね。そうだから。そうだから。統合失調症って見えてはいけないもん。まあ、ね、デギタルは大丈夫なのか。静かにして。いっぱい人が撮ってる。いっぱい人が撮ってる。普通の人のふりするから。普通の人じゃないの、エミタルちゃん。エミタルさん。エミタルさん。誰その声。ポージー。なんで俺の時だけ機嫌悪いわけ。ポージー。ね。おおじい、なんで俺の時だけ機嫌悪そうにするの。今なら喋れる。喋れる。誰かに追われてるの。追われてる。誰かがうちをお盆休みだからって狙ってんだよ。だからパスポートも
通帳も全部印鑑も用意した。なんで L？ なんで L は置いてくるんだよ。で、もずく買った。もずく。遅かったってどういうこと？ L 捕まっちゃってるの？シーシーレモンも買ったし、とりあえず今夜はどっかに泊まれる。L は誰が面倒見んだよ。ごめん、俺無理だ。笑ってしまうかい。また失礼しよう。鍵もあるし。鍵もある。みかんさん、ほんと大丈夫？みかんさん。みんながうちを狙ってんだよ。誰が狙ってる？うん、大丈夫だな。家帰って寝なさい、みーさん。おやすみなさい、みーさんね。家帰ってみな。お盆休みの病気やってるんですかね。足痛いんだ。ロキソニンとか欲しいな、痛そう。痛み止めないと逃げますよ。すごいね。あ、これ、なんでこの足細いの？これ。アイドルになっちゃうんですか？そうそう。エミリーさんは？スーパーアイドルだね。いいね。あ、なんですか？頑張りやがって。思いますね。どうしたの？オーケー。オーケー。これ僕たんだよね。ちょっと待って。ライトもあった、ライト。誰か来たよ。ほら。これはコンビニだから誰かじゃ。通通なんだよ。このローソンと警察通通で、うちの様子見に来たんだよ、今。ね、ほら、みんな顔がマジじゃん。ほら。いいんだよ。びっくりするよ、みんな。冷た。こんな近い人が、またこの状態になりだすと思わんじゃないですか、レイさん。え？いや、こういう人は近くにおったよ。こういう感じですよね。まさか。なんてですか？違うんですよ、ね。誰か来た、怖い人が。怖い人が来た。こっちに来る。エミリーさんが一番怖いから。普通の人のふりするね。こんばんは。ただのナンパ待ちだよ、こいつ。ほんと？ナンパ待ちしてるやつだ、その待ち。そう、音やられるの待ちだわ、これ。な、コンビニの前だもん、ただの。それ、病気ちゃうんすかね、もう。彼女はそのセックス。あ、ごめんなさい。あ、一回切った方がいいですけど、ごめんなさい。まあ、いいでしょ、バンになったら。会長のせいだし。すみません、ごめんなさい、ちょっと思いました。それ依存症なのかなって。依存症です。これ聞けたらね、みんな楽しみにそっち行くんじゃない？今。言わないけど。なのに言わなきゃいけない。だってあの人さっきさ、落としてたよね。はい、私が配信つける前に。つまんな。あ、つまんねえ女だな、ほんと。悪いですって、マジで。三達の友達なら。悪いですって。友達減りますって、ご無礼になりますって、友達。
面白いよね。三田つ怪しいもんだって。いいですか。なあ。いや意外と三田つってそうなんか遊びが激しいらしい。昨日聞いた感じだと。どうなんすかね、それも。その東大阪にいるんだよ。事務所一緒なだけって何？三河湾のところ？三田つってどこの事務所って？三河湾のところですね。だよね。はい。この前冬は行きましたね。そんなこと言ったら俺らだって元三河湾のところだもん。ポージだってそうでしょ？え？ポージは違う。ルイさん今三河湾のとこですか？違う。A 番になっちゃったから。そんななんかね、暇じゃないのみんな。なんか暇なんだよ。暇な女性いないですかね。暇なというかちょっとお時間いただける方、ナイスさんと12時回ったら一戦バトルやってもう終わりかなと思うんだけど、ネキ暇ならね、来たらいい、紹介してくれてます、ね、紹介する言って言ってたね。ポージが呼ぶんじゃなくて、ポージがすごい遊び人紹介してくれて、ネキさんがいいと思うっすよ。真面目になるっすもんね、彼女がいると。そうなの？やっぱ真面目になるじゃないですか。寄り添ってくれればいいけどね、ネキは。なんかあんまじゃない、なんか楽しかった。なんかでもなんか会長なんかちょっと顔パンパンになったね。そうでもない、こんな、いつもこんな顔焼けたんすかね。全然よれてないってこと？何にも変わらないね。まあお酒飲んでるんで、あそんな変わらないですね。何も別にお酒も結構強いですし。30分後とか何かに来んの？あ、そのシビリのクッキーがですか？そう、まあ食、消化される時間で何にも、なんかまあ軽く一瞬、なんかふわってなったかなって気がするけど、視界がちょっとぼやけたぐらいでね。まあ、なんていうんですか、まあちょっと睡眠できるかなってぐらいの。全然メジコの方がパーンっていく。メジコの下あかんすよ。なんでメジコの方が嫌いなのみんな。いやいや、OD はダメですよ。OD は行き過ぎです。 OD はいいの？ OD はいいです。OD はダメだけど、 OD はいいです。 OD は OK、 はい、OK です。意味が分からん。自分から言い出したんでしょ。うん、OD と OD と OD の違いが分かんない。 OD ならいいですよ。 OD はダメなの、うん、オンディーオンディーです。賞味期限切れたクッキーいっぱい食わされるってこと？そういうことです、そういうことです。それ大丈夫本当にプレイさん。うん、何にも変わんない。別にまあまあまあそんな悪いものじゃないんで。ネキは会長のことを気があるから会長をミラーして見てる。ごめんごめんごめん、ネキごめんね。俺も謝ろう。ごめんごめん、言い過ぎた。謝るはでき、怒ってるから。なんか2人がギクシャクしてるって話なんで。ギクシャクはしてないですよね。なんかこう難しいですね。配信見てるわ。ああ、なんかめっちゃ強いと思うんですけどね、僕。あれなんでネキがあれ？いや僕通るからですよ。嫌だってこと？はい。あれ誰かと撮ってる。何やってんのこいつは。強引ですね。鬼伝ですね。いやなんかバグってた。メジックンは？捕まったからとかじゃない、全然普通に。俺は個人的にそれより全然好き。俺なんで来ないんだ。いやそれは僕通るからですって。あ、嫌がってんの。俺は個人的にそれより全然好き。俺なんで来ないんだ。いやそれは僕通るからですって。あ、嫌がってんの。ゼロに伝える。マンセン失礼した。あれじゃあ0325、こちら、マンションに着いた。無理だ、これ。王子と割れていない。警察巻いて、突入した。巻いてよ。え？こちら、0325。暇だよ、俺。ルイさんも落ち着いて。暇だよ、俺。ルイさん、大丈夫、落ち着いて。
ザサニー号、こちら、電波が、電波じゃない、なんだっけ、これ。赤いマークになってる。大丈夫、見れてるよ、見れてるよ。あ、なんでエレベーター乗んの？こちら、ザサニー号、家に。帰れないよ、それ、エミリさんちの。あ、違う。長くなったね。エミリさんちの違うよ、それ、エレベーター。エレベーター乗んだったな。エミリさんちのエレベーターの何号？今んとこカメムシはいない。あ、エミリさんちだ。カメムシはいない。エミリさん、家の近くのコンビニで遊んでただけだろ。母親が起きてる。今一番危ないターゲットは母親です。母親は起きてるから静かにして、静かにして。エル大丈夫か、見てよ、エル。静かにして。せーで、堂々と帰ったらいいやん。他にしないと、家に入れない。こっちの13人以降。ブリッジの近くの近所で集めるだけだから。母親が起きてる。どうせ、いや。これ、遊んでるだけなの？車の免許もないから。こっち13人以降。雲がいる。福岡ってカメムシがすごい大量に発生してるから、家中カメムシだらけなんだよ、毎年夏場。侵入成功。家に帰ってきただけだから。見たら無理だ。スイッパーで、ちょっと、あ、こっちで、スイッパーで。大丈夫、エル。ほったらかしてで。エル、どこ行ったの？お母さんが見てくれてたの？こっちは13人後、突入完了。やめた、これ。ごめん。ちょっと、やめ。これがどういう失礼だな、お前。言った。こちら13-25、突入完了。こちら13-25。L だけ見て、お母さんの部屋にいるんだ。いや、それは知るに値しない。しない。うん、今は危険だから。むちゃくちゃね、笑いすぎや。この二人シラフじゃないから笑えるってこと。いや違う、俺笑えないね。違う、ほんますか？ほんますか？じゃあ13に行こう。あ、逆に安全確認は確保した。いや、だってね、普通に身内として見てる。これ知らない人と思って見てたらおもろいかもしれないけど。あ、そっかそっかそっか。まあ言うたら元旦那さんですもんね。元ね、元カレー程度ですか。ごめん、ルイさん、ごめん。ちょっと、俺にカメラ向けないで今っていうのも、なんか、もう、いいよ。何口から出てきたの、それ。こちら、13-25、大丈夫です。口から何か出てきた、何出てきた。歯取ったの、今。いや、ちょっとお腹が痛いです、今。こちら13-25。本当にお腹が痛い。トイレ行った方がいいんじゃないですか。誰ですか、その声は。今回しよう、今回しよう。トイレ行った方がいいんじゃないですか。0810ですか。0810、こちら0810。こちら0810。こちら0810。無事ですか。ちょっと最近やばかったです。こちらも。あなた、ポンコツで有名ですよ。いやー、どういうのがポンコツでしょうか。ラグや、ラグ。ラグとないで、全然。サクサクで。
日なんですよ、なんでないって。今日ね、ウォンカ一番の運転で、なんか、なんだっけ、まあ大阪をね、結構横断したんで、2時間ぐらい運転したんだよ。で、高速乗ってる時に、まさかこんなことが起きるとは、みたいな。ついこの間までここにエミリーを乗せてたのに、今はルイジさん乗せてるなんて、こんなことが起きるなんて思わなかったっすよ、って言ってて。ウォン会長の車でね。それ思わんでしょ、その当時付き合ってた時は元旦那さんを乗せることなんか思わないじゃないですか。いや、大阪の夜景をね、元旦那さんと走るのやばいでしょ。普通におかしいじゃないですか、状況的に言うと。言ってましたよ。ルイジさんの運転下手くそって言って、うん、言いながら、うん、ウォン会長は踏切とか一切止まらずにガガガガン。止まってました。一時停止してました。一時停止しました。運転中。一時停止してましたから。あ、だから覚えてるよ、ウォン会長の車。はい。でも子供乗せてるときはちゃんと。スーパー、な、車の運転俺上手いよな、エミリー。上手いよね。0810静かに。ちょっとアルコールが効いていたわ、だいぶ。全然俺ね、何も。うまいですか。うん。鍛えられてんだよ。あと10分だけみんな我慢してね、ナイスさんと。なんかみんなね、ほんと分かってないよね。何ですか。ほら、自分のやりたいだけの配信をやってても多分限界だよ。限界。ああ、いやでも分からないです。当たる時も来ますよ、もしかしたら。それは運じゃん。まあ運ですけど、この人もだってもう言うたら1億投げる人が当たる可能性もあるじゃないですか。確かに可能性はゼロではない。それで、別にね、こう、なんかちょっかいは出してるね、たまにね、何してるのとか、今大阪にいるよとかって言ってても、全然相手にもしてなくて、多分、こう3人いるから、今なら多分大丈夫だろうなと思って、こう絡んでるから、こうなんかそういう安泰な駆け引きをしてくるようなやつだと、あんま面白くないから、俺は絡まない方がいい。いや、なんかとりあえず来て話したいっていう気持ちもあるじゃないですか。だからそれならいらないんだよ。別に楽しい、痛い、自分で自腹で行くぐらいの距離でしょ。だって来てくれるでしょ、それぐらいは。意味ないじゃん、それなら。いやいや、だから俺のことを好きで、それぐらい、俺のこと好きで。だってルイさんに呼ばれたら1万ぐらいの距離やったら行くつもりだった。だから来られても、何もする気なかったら意味ないじゃん。ただ、沸かして帰って、何もまた同じような毎日が続くだけよ。いや、もういいんじゃないですか、それそれで友達関係みたいな。渡して帰るって何なんかな、なんか、それなら、本当に好きで来てくれると大切にしたい。ネキとか、俺がさ、こう、してあげれる人って限られてるから、うん、こういうふうに俺、誰でもいいとか、ただ沸かしたいってだけの来られるより、好きで来てくれる人を大切にしてあげたい、俺は。何にも感じないんだもん、今。この子が。くるみさん、どうなんですか、難しいですけど、誕生日ルイジさんとはどういう気持ちで付き合ってるのかっていう。どういう一回しか会ったことないからね。でも一回でわかるじゃん、大体。まあ、まあ、まあ、まあ。だから別にこの子はこの子で、この子が絡みたい人だと離れ出ればいいんじゃない。ああ。ただ、そんなに興味がなさそうだったら別に無理に来てもらっても何もしてあげれないし、何もしてあげたくないし。怒ってない。だから今何もくるみちゃんになんかすごいがっついてきてる感じもないし、うん、プライベートでも連絡取ってないし、うん、そうだから どうしようもしてあげれないよって今来られても。ただ TikTok 上でコメント送ってくるっていうのを逆に僕ルイさんに送れないですよ。僕今さっき俺が送ったから。だからでも返してるわけじゃないですか。だから僕ぐらいだったら多分ルイさんが僕送れないですね。多分来る勇気もないと思う。絶対来ないと思う。あ、うん、ただ
ここで絡んでみて、ね、何人か稼げたらいいなぐらいの、うん、なんかそういう。だから、場所がどこなんかを聞こうとしたんやけど、携帯が1個しかないから DM できひんって。言えないか。はい、で本気で来る気あるんだったら、俺らが行くよ、そこに。ここに？うん。そしたら遊ぶ気あんの？やる気あんの？本当に。この家に来ればちょっとちゃうかもしれない。いや、じゃあ近くの近くの、家の近くに。もし難波だったら難波に行って居酒屋で朝方まで遊べるの？絶対遊ばないでしょ？迎えに来てくれるってこと？うん。迎えに行くんじゃなくてみんなで集まるんだよ。みんなで集まるってこと？うん。みんなで集まってどっか行くは全然いいですよ。無理だよ。やる気ないもんって。あ、ナイスさんコラボ待ってないだろ、まだ日付変わってない、行き切ってないということですね。だから言いたいのは、うん、そう中途半端なんか、まあ、そう思うとネキ行き切ってるよね。そうそうそう、あネキはちゃんと覚悟があるなら来たら相手するでっていう確固たるものがあるから、うん、ああさすがネキさんだなと思う。根性あると思うわ。そうそう、俺もなんかあいつのことめっちゃ偉そうに言ってたけど根性あると思うわ。あいつ根性あるよ、うん、うん、根性持ちだと思う。あいつは本当になんかいいように利用したいだけだから、なんか別にその絡む分とかだけだったらいいけど、この時間に来られてもなって感じ。まあまあ確かに言うってことは分かる、どうせ遊ぶ気もないしみたいな。八方美人じゃないからね、ちゃんと覚悟のある八方美人。うん、いいんじゃないですか、そういった。ウォン会長だけに会いたいんだったらウォン会長だけ行けばいいし、なんかもうちょっと利用されるだけで疲れちゃうよな。なんか頑張ってしてあげたいね。もしあの子がね来る、頑張ってしてくれるって言うんだったらね、あの子の枠にしてあげて、あの子の枠でねこう全部やってあげたいと思うけど、くるみちゃんはなんかねもうほんとそこら辺が薄い。元彼なんだからいいでしょ、呼び捨てとか。エミリーの話ですか。わかんない。っていうか、そのくるみちゃんの、なんだろう、普段やってる人もなんかチャラチャラした男の若いホストみたいな、ホスト崩れみたいなやつとばっかコラボしてるから、あそうそうそう、なんか応援する気もする。なんだろうね、多分趣味も入ってるんじゃないですか、だから仕事じゃなくて。そうそうそう、だからやることが全部中途半端だから応援されないんで、あんな可愛いのに。可愛いんだから、で普通にちゃんとしっかりしてんだったら、絶対誰かには引っかかって応援されるもん。もうあれか、もうあいつ呼ぶかじゃあ俺は、ちょっともうルイさんもうこうなったらあいつしかおらんすわ。もう見た目はね、鬼丸、鬼丸やめてやめて、いい、鬼頃は呼ばなくていい、絶対鬼頃は呼ばなくていい。鬼頃のだから恩田さん呼んでもらっていいじゃないですか。恩田さん、ナイスさん、だって見てみ、恩田さんよ、恩田さん、ちょっと恩田さん、普通だったら、うん、もうちょっとあっちの枠に行くよ。30人しかあっち行ってないんだよ、こっちから飛んでも。こんなコラボしてももうちょっとあっちでルイージの悪口とか流れて、うん、閲覧100人ぐらい行ってもおかしくないんだから。ナイスさんからなんか友達のみになってるから、ナイスさんあれだね、ナイスさんにこっちからコラボ送れない。ナイスさんに送れない。やっぱストロングうわ。あ、ナイスさんちに2人とも泊まるんだって、やっぱり。あ、そうね。グローブある人いる？グローブ1人はいる？グローブ2つぐらい欲しいな。グローブスピチャとラスト30秒。でももう何でしょ、ダンパーどこが？グローブある人いる？グローブ何がすか。僕なんか中途半端なもの来ました最近。オプチャとかせこいよな。これ
ギフト投げないで、ギフト投げないで。いやいやいや、なんかバラとか投げてるよ、ギフト投げないで。タップだけね、タップだけ。見ちゃきました。あ、2倍だよ。グローブ出たら行ってね。2倍、5倍。1250クリアして、これ絶対クリアして。これは絶対クリアですよ。みんな、そんな投げすぎないでいいから、1人で投げなくていいから。100とか100とか。100ずつみんな、届いたら。話並んで、これクリアできる。2倍始まったらグローブ1個だけ使ってほしい。誰かグローブある人よかったら。2倍始まったらグローブ使ってほしい。勝ったらないですよ。2倍始まったらグローブ使ってほしい。ナイスリーダー、エビッツ助けてくれ頼む。2倍始まったら1つグローブ置いてほしいな。エビッツマジで助けてくれ。ありがとう。2倍始まりました。2倍5倍よかったらグローブお願いします。グローブ出るからね、グローブ。はい、ゴー、お願いします。みんな断定して100、最高。ここ2倍5倍5倍。アポリキありがとう。早く行って、早く行って、負ける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 、早く行って。グローバルとグローバル勝つぞ。せやアラブとせやでやってやって、グローバルとお願いします。10秒、ウータウータアラブとウータ行って行って、ちょっと2倍残ってる、2倍残ってる、グローブない、ここここずっと残ってる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 。20秒ゴー。グローブもメルルもう一個行け、いけいけ、もういけ、もう出して出して出して、メルル出せ、こっちグローブ出していいわ、いらないいらない、グローブ、グローブ、グローブ、こっちグローブいらない、ないなら、ゴー、今いけ、今行ってくれ、残りグローブ15秒、いいよ、みんなグローブないから全部出しきっちゃっていいからね、みんなで団結団結、ありがとう。ゴー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 、いいよ、グローブ使わなくていいよ、グローブなし、グローブなし、アルフィト出して、アルフィト置いていいよ、アルフィト置いていいよ、ありがとう、はいからアルフィト置いていいよ、みんな団結だ、ポンちゃんポンちゃん、アルフィトポンちゃん、ポンちゃん、シーナイスな、ポンちゃんありがとう、こっちグローブなし、アルフィト、アルフィト、ナイス、兄さん。いいよいいよ、みんなで攻めよう。もう使っていいよ。使っていいよ。ユーザーさんナイス。ペンタもあるぞ、ペンタも。団結ね、団結みんなで。犬ありがとうな。兄さん、兄さん。さあ、ドン。ありがとう、兄さん、ありがとう。みんな団結ね。ジュナ、ドン。ヒロミ。ありがとう、置いて出し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 ていいよ、2つ出して出せるよ、ゆきんちゃんありがとう、ゆきんちゃんありがとう、いやグローブいらないからこっちは、いやいや、ありがとう、ありがとう、ありがとう、いやありがとう、出していいよ、はい出して、グローブある人置いて、ゆきんちゃんありがとう、ゆきんちゃんありがとう、はい、ありがとう、マジでマジでありがとう、あさびありがとう、あさびありがとう、ありがとう。ゴー、もう一個 OK。 ゴーバイ。カオリありがとう。カオリありがとう。カオリありがとう。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 フラナイス、いけー、あかんか、アルコありがとう、アルコありがとう、みんなありがとうね、みんなありがとう、みんなありがとう、ロンロン、ロンロンありがとう、ありがとう、うるさいな、ポンちゃんありがとう。クワトロタイムリーナイス、リラナイス、キラ、ヒロニンのタッ、ユキンちゃんありがとう、カタセルティキンちゃん、プモパありがとう、チロルありがとう、ウータありがとう、カムイありがとう、クマありがとう、ポンちゃんありがとう、スーマありがとう、モコちゃん、ナナちゃん、みんなありがとう、ザありがとう。
じゃあありがとうございます。片付けてくれて。揃ってないもんな。グローブがなかった。オプチャもこっちで使ってないからね。え？レジレジリスターありがとう。ナイスさん、リスナーさんもありがとう。ありがとう。今度はあれですね、ナイスさん、いつか。なんて？予約バトルの。予約バトルの。何が？やっとナイスさんに予約バトルで勝負をできる日が来るかもしれない。予約バトル？予約バトル。予約バトルはめちゃくちゃ強いぞ。絶対強いでしょうね。日付決めてやろ。いつか。うん。わかった。でも強いわ。ルイージ通常バトル強いわ。できたら、8月28日がいいかもしれないですね。なんで？ベビタロの誕生日だから。うん。一番集まってくるでしょ、うちのリスナーさん。あんまなんか逆に、逆に予約バトルの、なんか集め方がわかんないんですよ。まあでも言うとくよ。毎日日刊入ってないと意味ないぞ。いや、それはすごいと思います。うん。それが、ちゃんとしたバトラーだし、配信者だと思います。うん。うん。だから、もうルイージももうちょっと、まあ、バトルとか増やして、やった方がいいと思うぞ。あ、ナイスさんがフォローしてくれた。うん。さっきまでフォローしてくれてなかったのに。ね。ちょっとバトルの回数とかちょっと増やした方がいいかもよ。そうなんですよね。ちょっとまあ、悩みどころですね。まあ、俺、ルイージには負けるわ。まだわかんないですけど。予約バトルが本当のナイスさんだしね。閲覧も持ってるし、配信も面白いし、あ、なんか気持ち悪い。ナイスさんにそういうこと言われたくない。またね。いいじゃん。泣けてくるよね。嫌だね。嫌だね、うん。あんななんか、負けを認められたくないね、ナイスさん。気持ち悪い。泣きそうになってきた、なんかナイスさんのあれを見ると。なんか、弱ったかってこと？どっちが、俺が強くなったのか、ナイスさんが弱っちゃったの。違うっすよ。ナイスさん弱ったっす、弱ったっす。やっぱり病気になってから弱ったっすね、やっぱ。それまで結構元気だったんですけど、今、もう、あれってこと？もう、よちよちってこと？今。もう、年なんですよ、ナイスさんも。そんなことないよ。年です。変わんないから大してね。いやいやいや、若さちゃいますもん、もう。嫌だね、ナイスさんにああいうの認められたくないね。だってナイスさん動かないですもん、家から、あそこから。一歩も。動いてただろ、今日いっぱい。今日ちゃんと釣り行ってただろ。だけじゃないですか。うん。だって、ルイージさん朝ずっと歩いてるじゃないですか。いや、それは元からのそういう動きかな。ナイスさん何歩歩きました？家の前に出て10歩ぐらい車を迎えに来て、でそこから釣りのとこまで。昨日どっか行ったんだっけ？知れてるっすよ、あんな距離。昨日どこ行ったんだっけ。ああ、常夏さんだ。この時間久しぶり、珍しいからってことかな。常夏さん、ああ、常夏さんだ。この時間久しぶり、珍しいからってことかな。さん、うらーってもう止むぐらいまでやっちゃって、でそれで MING になっちゃったんですよ。でも勘弁してって。俺もまだ TikTok 始めて1年経ってなくて、うん、去年の10月ぐらいにミラピありがとう。常夏さんの、俺バトル、結構常夏さんの潜って見てたから、めちゃめちゃ常夏さんバトルの時性格すごい悪いと思ってた。違う、分かってないよ、ルイージ。バトルの時に。ハリポッターの人とか、あと、ちょっと可愛い男の子とかとバトルしてる時、うん、ずーっと常夏さん煽り倒してて、怖え、この人みたいな。違う、じゃあ、ルイージは初心者やから分かってない。相手を煽ってあげるっていうのは優しさなんよ。あ、煽ることによって相手のリスナーがね奮起するわけじゃないですか。それは優しさなんよ。とことん行く時もあるよね。だからもううつ病なぐらいまで。これえ、もんかいちうつ病になってたの？なってたよ。俺一瞬泣いてたよ。俺障害者選手を取ったんだよ。マジで。それ俺のせいじゃないって。
かなぁ。じゃあ違うよ、絶対に。ココナッツさんのせいで安定剤飲めるからね。結構量は増えた。量増えた。量は増えた。やめてもらっていい、風評被害。イロピありがとうね。いいね感想。でかすぎるわ、イロピ。ありがとう。でもすごい優しいからね。そうだから、そうよ。ルイージも2年半前の俺やったら、めちゃくちゃイカれてるからね。いや、優しくなったってこと？で、いや、だからウォンカチ言ってあげて、その2年半前の俺と今の違い。何倍ぐらいさ、口悪かった当時は。いや、俺だって正座させられとったからな。バトルで負けたら正座させられとったからね。TikTok がおい、お前これ座れって言われて、はい、わかりました、って言ったら、どうなった、はい、すいません、やめて、やめて、今、今と、はい、ダメなんだよ、正座。そうなんですよ、今はね、ちょっと厳しくなっちゃいまして、ココナッツさんが優しくなったんじゃなくて、TikTok が厳しくなったってこと。強い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 。そうなんよね。で、ルイージさん、ちょっとルイージリスナーさんにもちょっとご相談がございまして、話ちょっと聞いてもらってもいいですか？よろしくお願いします。いや、今回、まあ本当にね、ルイージリスナーさんのおかげでもあり、まあね、縦イベントの投票、ヒロックさんぶち抜いて、嬉しかった。もうちょいでゼロワンさんのね、首元まで届くぐらいの勢いだったんですけど、うん、泣けそうだったもんね、俺それ話聞いた時、よれてたから、話聞くのちょっと遅くなったんですよ。いや、もうあれ完全にイカれてました、ルイージさん。で、そのルイージさんがよれてる前にヒロックに俺ブチギレされてるからね、一回。あ、言いました、切り抜けて。チートだねーチート使うなってブチギレされてるからね、俺。めっちゃ面白かった。うん。嬉しかった。いや、それで、ルイージ・ディスタンさんのおかげでね、まあ、無事2位にはなれたんですけど、で、その、やっぱり、すごい。タツの名前を、トコナツ、ウィズ・ルイージにしようと、しようって言ったじゃないですか。トコナツ・ウィズ・ルイージで。とある方から連絡が来まして、誰だと思いますか？わかんねえよ、誰だよ。トコナツさんの仲いい人誰だ？いやいや、だからそのとある、まあ、閲覧がある程度多い人から連絡が来まして。運営さん、プリコーさん、誰だ？違う違う、そのプリコーとかじゃなくて、とある方から連絡が来たんですよ。ヒロックさん、デロワン誰は？違いますよ、でその辺じゃないです。もうちょっと違う人っすよ。この辺全然見当もつかない。あんま喋らない。新やっちょさんですよ。ええー。新やっちょさんから連絡来まして。ああ。俺だって一生懸命リスナーに投票を促したのに、ルイージばっかりずるいと。ルイージばっかりずるいよ。その盾の名前にもルイージばっかり入れるって、そんなん俺だって頑張ったのに、頑張ってさ促したのに、でルイージにはライオンも送って、ライオン100頭も送ったらしいですねって。俺は一回ももらってたじゃん、あいつ。はい、あいつむしろ常夏さんより上にゼロワンさんの名前書いてたくらい応援してたじゃん。まあね、そうなんですよね、それもあるんですよね、やっぱり。まあでも確かにやっちょは前回も頑張ってくれたんですよ。いやいやいや、前回の時も。なので、まあね、そのなんかもう平和にね、平和に行くとして、常夏ウィズルイッチョ。いらねえだろ。いらねえ。なんか急になんか感動が薄れたな。ルイッチョにすんのどうかなって思ったんですけど、ちょっとダメですかね。じゃあなんかこうね、喧嘩が起きないようにと思ったんですよ。あ、中間を取ってね。うん、中間をね。でもそれがいいと思うわ。うん。でももしくはもうそれが無理なんやったら、エンディングかけないで、エンディングかけないで。それがもし無理なんだったら、いや本当にルイージは。じゃあ今回に関しては本当にルイージリスナーが本当に頑張ってくれたとは思う。実際。ヒロックにアスカキララ紹介するって言われても見向きもせずに、やっぱり俺たちの友情は固く結ばれてんだと思いましたね、ウォン会長。この BGM 流れてくるから間違いない、それは面白くなったですね、うん、そうだよね。ただやっちょが病んでるんだ。なぜかね、急にね、だから、ルイージから、新やつにユニバース送ってあげてくれないか？意味わかんない。それもわかんない。俺は、正直、
そこで8万円使いたくない。ルイージから、名前は、縦の名前はルイージにする。だからルイージから、今回だけは許してくれって。頼む、ルイージ。だった、花火投げとけ、1個。花火投げていく。まあでもどうやろうね、実際どうなんすか。いや確かに新やっちもね促してくれたけど、まあ012とも言ってたからね。まあ逆に言ったら新やっちょが012って言ってなくて俺にだけって言ってたら01ぶち抜いてた可能性もありますからね。次回本気でぶち抜きません。俺ら2人で組んだらどんだけいけるのか。やっちゃう本当の常夏アン、常夏ウィズルイージ見せちゃいません。次回やっちゃいます。次回やっちゃいません。俺も本気で応援し続けて組んだらどんだけいけんのか、てっぺん取れるのか見たいよね。次回じゃあルイージにする。ルイージが出る。いやいや、やだよ。そこまで頑張りたくない。その時はゼロワンさんが続くけど大丈夫ですかね。邪魔っとけよ大恩会長。しょうもない。なんでな、何がわかんの。別にいいよ、ゼロワンさんにお世話になってんねんから。でも俺あの後考えたんすよ。うん、あのぶち抜きって絶対に、あの、日頃のヒロックさんとアスカキララのアンチが面白がって絶対入れましたよね、トコナツさんに。うん、いや、それもあると思う、絶対。絶対に、そう、あの、ヒロックが、こう、嫌いだっていう人が、逆にね、俺に入れてくれたのもあると思うけど、いや、風向き変わってたっすね。いや、でも結構、やっぱルイージのリスナーがめちゃくちゃでかかったよ、どっちかといえば。いや、だってさ、朝つないだ瞬間から、わけわからん、2万5000票ぐらい伸びるじゃないですか。2万5000票ぐらい伸びてたんで、やっぱあのね、ぶち抜き具合すごかったよね。だってそれはルイージと俺がコラボした時に伸びたから、じゃあ今回は、まあいいっすか。じゃあちょっと、やっちょには申し訳ないけど、まあやっちょはゼロワンにも推奨してたと。いや、やっちょにも感謝してるけどね。で、その代わり、ルイージさんがやっちょにユニバース10発送りに行くんで。待ってた、10発。新やっちさん、それで、今回は、あの、手打ちということで、常夏ウィズ・ルイージでいいですか皆さん。俺は単勝で買ってるからね、常夏さん。常夏さんだけだ、やっちょさんと、うまいこといろんなの買ってるからね、ずるいよね。